ドラマ CD 犬とハサミは使いよう、せいては犬を子孫じる。晴海和人はバカである。いきなり喧嘩売られてることだけは理解できましたよ、夏の桐姫さん。噛むぞこの野郎。あまり細かいことを気にするものじゃないわ犬。なんせ今回は小説ではなくドラマ CD なのだから。あ？ドラマ CD？ それって音だけで話が進行するやつだろ。わあ、史上初リアル犬が声優を務めるドラマ CD？ かわいそうだから家に返してあげて。はるみまどか、ただいま到着。どうしてそんな受験生に不釣り合いな巨大な荷物を背負っているの？やめろって言ったじゃん。あえて気づかないふりしていたのに。さて、それじゃとっておきの肉を切るよ。当店に赤の花前、マグロイータータイプゼロ解放。よし、そこだ、逃げろ、中の肉。私が煮えていますよ。弱火でトロトロに。あー、出し出る。帰りたい、帰りたいよ。ちょ、なんで突然ハサミで大根のかつらむき始めたり、肉の塊を解体するんだよ。さあ、私とまどか、どっちの勝ちかしら。どうする俺、妹を悲しませての生か、兄としての自分を貫いての死か。いっそ専業主婦ってのもいいかもしれないわね。何言ってんのお前、ド S 貧乳作家が本書かないとかありえないし、書かない夏のはただのド S 貧乳。夏野さん、喋らない犬は死んだ犬だけよね。結局またこれか。